るっていうことで、で今年のリクアワでは私たち あの今日は負けてもいいという曲が13位にあの、うん、なったということで、ちかなさん、はい、センターを務めていましたが、どうですか、はい、今年も、あ、次も開催されますが。そうですね、あの今年はベスト50からなので、うん、あの今年、来年はベスト50からで、今年は100からの13位だったので、あの来年 その開催されるリクエストアワードは、あの今日負け願望なんですけど、3位以内に入ってくるので、頑張りたいです。はい。はい。せ、はい、頑張るぞ。イエーイ。はい。ということでリクエストアワーも楽しみにしてほしいんですけど、あの昨日皆さん握手会でしたが疲れてませんか？大丈夫ですか？元気で。盛り上がれますか？盛り上がれます。はい。ということでなんかあまり元気がなさそうなんですが。はい、はい、ということでコメントを読みたいと思います。はい、はい、じゃあちょっとお助けに青セラヒナ、はい、お願いします。はい、バイバイ。指すま1ゼロ、指すま2なんでだよ。ユビスマ1、はい、ユビスマ2、元気ですかみんな。元気です。勝負勝負じゃないの、ユビスマっていうの200だよね。ヤヒコ、ヤヒコ面白くしてだって。えなぁ、
今日のメイクのポイントは？だいぶ聞いた？今日のメイクのポイントは？唇。涙袋。眉毛茶色いね。いつもだよ。見てないで、ね、いつも。しかもちゃん、首してるのバレてますけど。好きだって。あーあー。ちゃんが言ったみたいな。あーちゃん。ことの会話。今日のアイクのポイントは、口と口と口と、オッケーです。アイクのポイントは？オッケー。わかった。ありがとう。え？私今日めっちゃ空回りしてる。じゃあちょっとマシモさんが空回りしてるのでそろそろ助けに行こうと思います。ちょっとハグ。はい、ちょっとね。し直してほしいよ。はい。じゃあ気を取り直して今日の昼公演の自己紹介 MC の内容を帰りに発表してもらいたいと思います。はい。はい、今日の昼公演の自己紹介 MC のテーマはできるようになりたいことです。はい。はい。できないことにね、ぜひいつかできるようになりたいことをみんなが発表します。はい、はいはい、ということで、そろそろ昼公演に向けてどうしますかね。何か言いたいことがある人。今日は静かにしてます。歯車を直したいので。歯車もう来るもう来るっていうのでちょっとおとなしくしようと思います。でももしかしたらファンの方も握手会で疲れちゃってて元気がないかもしれないから、マシモの元気がないと盛り上がらないかもしれない。いや元気だよめっちゃ。でもなんか今日私の元気さはとみんなとの元気さのなんか温度差が違う。じゃあちょっとそこはマシモに引っ張ってってね、研究生みんなが元気で頑張れるように。はい、マシモを筆頭に頑張りたいと思います。はい、はい、それではどうしたらいいんですか。以上、NGT48の研究生でした。個人配信の時間だよ。個人配信の時間だよ。やばい、すごい。コメント読みます。あ、おはようございます。遅れてる。さやちゃんすこ、ありがとう。今夜頑張ってね、頑張ります。初バリアでしたね、今日は私の。やほやほ。頑張ってね、頑張るよ。今日は家でまったり見てるよ。ありがとうございます。ちゃんかわいいよ、ありがとう。今日もたくさん歌って踊ってきます。応援しててね。バイバイ、またね。